おはようございます、こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。じゃあいつも通りこのイブ、いつも通りってこれパート3か、あれ、毎回まあとりあえず続きやっていきたいと思います。ゲームパッドの調子が悪かった前回ですが、ちょっと設定し直してね。よし、いい感じ。会議が手に入ったんで、こっちに入れるようになった。そういうこと。お、あー、この絵、エンベロベーロベアイオル。なんこれ、これなんこいつ、気持ち悪いぞ、お前。え、なんこれ。まあ、喋りかけんの、あれ、喋りかけないの、あら、そうな、あいてぇ、なんだ、クラウンかい。あれ、おかしいぞ。いけるかなと思ったけど、ちょっと設定がおかしいなってるみたいね。あれ、おかしいな、ゲームパッド。まあいいか。舌が動いてる。真っ白な絵がある。なんだよ、真っ白な絵って。何のためにあるんだよ。そしてこれは何だ、忘れた頃に。やってくるか。いや、と思ったわ。出待ちやな。忘れた頃に出待ちが出てくる的な。これちゃんと読んでなかったらライフが1になったぞ。もう唇注意、意味わからん。読み方これではどうかわからんしさ。唇に注意、こいつのことや。こいつが何って、腹を減った、こういうものをよこせ、グワーン。そういうことか。注意ってもこいつのことか。くそ、 HP1 になってもうた。しかも俺でさっきセーブしたところまずいんじゃない。あー、人がめっちゃめっちゃ、なんだろう、なんて言うんだったこれは。なんて、バンジージャンプ失敗みたいになっとる。嘘つきたちの部屋。そっか、どっかで回復できんかな。縄につながれた人形がぶら下がっている。わあ、一匹落ちてきた。完全にバンジージャンプ失敗のやつやんこいつ。そう、ん、人形の服に小さく数字が塗ってある。18、なんだ、嫌なのかい。まあいいや。このようにはしゃべれんのか。こいつだけか。こいつは、こいつ無理。低いんやな。扉に暗号のようなものが書いてある。なんだこれ。緑かける赤プラス黄色は何か。まだわからんわ。先の18点は何からしい。緑で18って書いてんか、もしかして。緑やけん、ここの緑に入れ、18入れろって言いたいんか。まあ、検討しておきましょう。おー、なんか嘘つきたちって言おったな。これミスったらダメージ食らって終わりじゃない。やばいぞ、これ。どっかで回復したいな。黄色の服に同意。その黄色の服は何を言うんだ。白い服が言ってることは本当だよ。あ、こいつがいいよ、本当な。この二人は白い服のことを本当って思ったやな。石像の正面に立って、東2歩、南2歩、それが正解なのこっちゃ。銅像って何？銅像なんかあった？ないよね。他のやつら、青、こいつ。本当のことを言ってるのは緑の服だけだよ。あー、まだ東に2歩、北に2歩が正解。あー、まあ、またこいつ読んで。つまりなんだ？こいつと、あ、こいつだ。この3人が、どこにあるかっていうのをそれぞれ違うことを言って、こいつは緑を肯定して、こいつが、こいつと白を、あ、こいつとこいつが白王か。緑白。この何色こいつ。茶色って言うべきかな。赤と茶色混ざって暗い赤になった感じのやつだな。こいつぼっちやな。誰にも指示されてない。謎解きか。こういうよくあるよな。こいつがもし本当だとしたら、こいつとこいつは辻褄が合わん的なやつやな。要はあるやつ。で、これは？ああ、どうぞ。仲間外れが一人いる。つまりどういうこと？
嘘つきたち、たちってことは、なんか嘘つきたちの外れってことは、本当のことを言うやつが一人だけおるってことかな。黄色の服に同意って言ったら、まあ、こいつが本当だとする。だとしたら、こいつも本当じゃないとおか、あれ？ちゃうな。どう、え？なんだろう。同意っていうのが本当だったら、こいつが、いやーもうややこしいね。ははは。まずは一人指示されてる。こいつちゃうな。本当のこと言ってるのは緑の服だけだよ。もしこいつが本当だとしますね。ってことは緑は、この中に一人だけ本当が混ざったってことだろ。つまりだ、こいつは青い、この青いやつは緑の服のやつが本当のことを言っとるって言うんやけん、こいつが本当だとしたらこれが嘘になる。つまりこの二人とこの二人は絶対本当ってことはないってことですね。つまりこの二人は選択肢から外してもよし。あとどうなるかな。ってことはだ、この緑の言うやつは嘘。うん。てかよう考えてみたら、黄色の服に同意ってやつを、え？まあ黄色い白い服が言ってることは本当だよって。それを嘘だとしたら、こいつは嘘っぱちになるわけだ。ってことは結局ぼっちの言うことを聞けってことになるね。このぼっちの茶色くん。つまり東に4歩、北に2歩、そこは正解。正面になってから東に2歩。仲間外れが1人いる。うん。1、2、3、4、5、6、ここだ。おお、足元に剥がれそうなタイルがある。これが正解だ。タイルの裏に数字が書いている。4。お、黄色で4で。え？何の音じゃ？ぐちゃぐちゃ言ってる。どうした？うん、してる。うわー、何これ、何これ。ぼっちくんだけ一人だけなんかやられっぷりが激しいぞ。何これ。赤い絵の具。嘘つき。嘘つき。本当のことを言ったやつが一番やられとんぞ。どういう世界や。なんて醜い世界だろうね。あ、ところで黄色の何本か忘れたんやけど。4か。緑18の黄色4。あと赤だけやな。え、赤？こいつお前なんか知らんか ?18。あ、これが緑だったよな。あと赤のパスワードがどこにあるか探さないかんパターンのやつやん。赤のパスワードのどっか、まあこいつが緑で、うん、さっきも見たけどね。え、どっか 見逃したとこあるんか。このパート3、パート2の時みたいな、なんつうかあれはどっか見てなかった部分ある的なやつじゃないんかな。アイテムなんもないの。 HB1 の窮地に立たせてる状態。お前なんか知らんのか、おい。え、あ、真っ白な白、やっけ。 A がとうとう本性を表したね。もうよく見ると真ん中に何小さく筋が書いてある。きたー、赤の球です。これセーブしていいんかな。これ一応6にセーブしよう。多分もしかしたら今の謎と言ったら回復するところがあるかもしれん。9ね。黄色が4で緑が18だったっけ。なんか黄色を忘れるんよな。4だった。9、4、18ね。緑が18、赤が9だったらね、18×9 は9、8、12、9、8、12、18×9 だら9、8、12、162ちゃうな。あれ9、8、12やけん168であっとんね。168だろ。
168で4か。ヒーローが4だったね。162、166。合ってるわ、はは。なんこれ、回復のポイントないじゃん。食らったら終わりやん。それちょっとやめてーな。やめてーな。木のオブジェにリンゴが鳴っている。木のリンゴを手に入れました。木でできたリンゴ、少し甘い香りがする。うまいな。用を作ったな、これを作った人は。甘い匂いができるとは、細かいところまで再現できているぐらいがあるぜ。木になったリンゴだから何？これで終わり？おいおい、ちょっと回復のポイントなかったっすな。しか昨日リンゴ手に入っ、あ、そうか。あー、もう一人おった。出待ちがもう一人おった。忘れた頃に第2弾がやらかしてくれるじゃないか。あ、こいつにリンゴ食わせろって言いたいのかい？腹減った、食い物よこせ。その食い物よこせ。あげます、入れてあげる。おお、美味しそうに食うやん。うまい、これ。お前気に入った、ここと俺の口の中くぐってけ。あれ、これ魔女の家で見たことあるよ。この中入ったら死ぬパターンのやつあったよ。いけるんかな。まあいいや、インド、あ、いけたわ。普通にいけたね。そしてなんかよくわからん、これよう見たらギロチンじゃね。処刑道具やで。これ危なくね、歯飛んでこんよな。こう進んでいったら、ああ、危ないやろバカ野郎、危ないやバカ野郎。予想的中してしまったわ。何か一つ出てくるんじゃないかなと思った。危ないやろバカ野郎。お、右側になんか絵があるな。なんか暗闇の中にゾンビみたいなのがおるけど、ちょっとホラーな絵やね。あ、さっきの出待ちが、出待ちのことを思い出して橋通ろうと思えんのよな。やね、吐息、吐息やって、なんかここだけ出てない。お、なんこれなんこれ、ここ通れたわ。あ、でもその前にセーブはいいんやけどさ、回復させてくれねえかな。お、これ最初の時に会ったことない？怖いやん。うん、うんじゃねえよ、誰も言ってないよ。七問いにうんで答えたやが、教えてよ。心の音。うん。なんだ？音楽が流れたぞ。まあいいでしょう。これがなんかのヒントになるんかな？タバコを吸う、何々。何々のところは見たらわかるでしょ？でもね、俺からは 見えないんだ。男の人かな？それより回復のポイントがないかな？さっき回復のポイント、ないっすね。どうしよう。何々模様。何模様なんだ。わからないから回復してくれくれなったまえ、イブちゃん。あ、あじゃねえよ。何にあって言ったんだよ。わからねえよ。心の傷。うつなんですね。赤い服の女。あれ、これはもう最初に見たよ。ああうわあ、うそやん。ああ、ちょっと。もうちょい来いよ、もうちょい来いよ、もうちょい来いよ、上行けんだろ。よし、そう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 。お、詰まってやんの、バカ野郎。あ、そっちから来るの、そっちから来るんだね。予想外だったね。詰まったままで追ってほしかったね。よし。あ、そっちじゃない、もうちょいした、もうちょい。そう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 、そうしたら上に行ける。なにこれ、何か落ちている。赤い鍵を手に入れ、そうしてこっちに逃げる。どっちから来る。お、こっちから。あれにも調べたいんだ。ちょっと、もうちょい下行って。あ、もうちょい来いや、こっち来いや。よし、いいよ、そう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 、もうちょい来いや、もうちょい来いや、もうちょい来いや、おい、もうちょい、もうちょい、オーケー、そう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 、いいよいいよ。はい、赤い服。あ、なんだ、で調べたやんよ、変えたら。そうやそうや、変わってないんだ。もうちょい来いや、もうちょい来いや、来い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 、よしよし、いいよいいよ、オッケー。あ、赤い鍵、オッケー。そろそろ回復させてくれんかな。なんかどんどん言いよる、やばいんじゃんこれ。はじくるんちゃう、もしかして。逃げろ逃げろ。あ、影かかっとった。どん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 言ってるし、やばいじゃない、いつか入ってくるんじゃんこれ。クレヨンで書かれた絵本だ。はい、炎をめくった。何、
名残名残名残なんか始まった。うっかりさんとガレッドデッド、あれなんで？お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はあなたのためにガレットでロアを作ったの。何それ、何それ。あ、そうだ、黒パイの中にコインが入っていて、食べた場合の中にコインがあったらその人は幸せになれるのよ。おうちろさでしょ。じゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んでいただきます。マグマグ、あ、どうしたの、何か硬いもの何かに乗った。あはは、うっかりさん、きっとコインだ。どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。お、ママや。ママどうしたの、書斎の鍵を知らない。書斎の鍵、それならいつもこのテーブルに、あれコインだ。このコイン確かパイの中に入れたはずなのに、まずパイの中にコインを入れることがおかしい。もしかしてどこに行ったのかしら。お父さんに怒られちゃうわ。どうしよう。あ、私ってばうっかりしてたわ。あー、鍵見つけたよ。見つけたようじゃないよ、今ドア開けるじゃない、じゃない、開いちゃった、開いちゃったよ。うん、開けなくてもいいです。そんなことするなら開けなくてもいいんです。美術館やって、うん、どうでもいいよ。そんなことするなら開けなくてもよかったです。うん、ギルティナ、お前グロいことを女の子にあさせるな。うん、本の間に髪切れが挟まっている。楽しい、楽しいわけないやろ、ボケ。さっき絵に追いかけられたんぞ。あとなんか変な口に食われたんぞ、お前 HP 維持がないぞ、お前。楽しいわけないやろ、キャンバスの中の女の子。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変ハテナハテナである。なんせ彼女たちは自分が満足するまでハテナハテナに追いかけてくるからである。どこまでもどこまでもどこまでも弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。難しくて読めない字がある。ってことはこれ、あ、やべんじゃん、開けたわ。まあこの中におればさっきのやつはついてこんってわけやな。お、あ、やった回復できた、やったたーはっはっは、ざまあ、よし、じゃあ今回はここでセーブしとこう。はい、じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.